ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、待ちわびていた荷物が届きましたので、そちらを開封していきたいと思います。つるさんのナポネボーカルルーム。さあ前回の動画、こちらのサムネイルの動画ですね。見てくださった方は、もうね、内容だいたい把握してると思うんですけれども、このような荷物が届きました。もうアイリーズの皆さんには多分ねおなじみの箱だと思うんですけれども、そうです、ちょっとね時間はかかってしまったんですけれども、No.I のですねファーストフルアルバムNo.1の方がついに届きました。もうこのねシールToBeOfficialStoreってのがねもうなんか感動しますよね。なので今からですね、こちら開けていきたいと思います。今回の動画の内容はですね、まず箱を開封します。そして CD の中身の紹介。そして動画の最後にはですね、今アイリーズの皆さん向けというか、ToBe 推しの皆さん向けの新しい企画を考えているんですけど、それがどんな企画なのかを話していきたいと思います。そちらについてですね、皆さんのご意見をコメントで教えていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは箱の中身開封 GO！さあまずじゃあシールの方を開けていきますね。ちゃんとうまく取れてるかな。こう画面の方がね確認できないので、ちゃんと映ってるかどうか心配なんですよね。さあ前回もね見せましたけど、ToBeOfficialStore、このシールね、前回のナンバリングの時のシールもですね実は取ってあります。これ大事ですね。さあ箱開けますよ。お、納品書、あ、来たNo.1って書いてありますよ。納品書 B5 サイズのね納品書です。これねちょっと文章の方はちょっとお見せしない方がいいのかな。さあ開けますよ。お、来ましたよ皆さん、No.1が来ました。嬉しいですね。ちょっとこのプチプチも開けてね、ほら来た。そう、僕はね通常版を購入しました。通常版のみに収録されているスチールライツ、平野さんプロデュース楽曲ですかね。こちらが通常版にしか収録されていないということでですね、今回こちらの方を購入させていただきました。じゃあ CD の方開けていきたいと思います。そう、前回のね、ナンバリングの開封動画の時にですね、ちょっと勘違いしている方もしかしたらいるかもしれないんで一応言っとくんですけど、僕ナンバリングの楽曲めちゃくちゃ聴いてますからね。CD の方ゲットする前からね、もう全曲ダウンロードして携帯ですんごい聴いてますから、もう大好きな CD ですよ。さあ CD のですね、フィルムの方を取りました。帯がこういう感じですね。あ、裏にね、ファンクラブに入るやつの QR コードがありますね。ここだけでしか見られない限定ムービーなど様々な特典をお楽しみいただけますっていうことでね。あ、コンサートチケットの先行抽選販売も、やっぱりね、ファンクラブの方が早いですからね。僕もね、おいおいちょっとファンクラブの方には入りたいなというふうに思ってます。さあ CD の方が、うわ、かっこいいね。こういう感じですよ。めちゃくちゃかっこいい CD のねプリントもかっこいいし、歌詞カードもねこう砂ですかね、裏面はすごくねアーティスティックな感じでめちゃくちゃかっこいいです。じゃあ歌詞カードの方ね、中身見ていきたいと思います。まず1ページ目、ここですね。最初のこのよく見えるところからじゃあ1枚はぐって、お、かっこいいですね。黒のロングコートですか。3人ともめちゃくちゃかっこいい。そしてそうだね、曲順にこういう感じでね歌詞が、お、いいね。歌詞のバックにはNo.I、超かっこいい。そして歌詞だけのページが続くのかな、こういう感じでね。わあ、いいね。あ、来たよNo.I。今度はジャケットじゃなくて白シャツですね。黒のスラックスかな。ちょっとねスーツスタイルって感じでかっこいいですよね。そしてそう、このね裏の写真はさっき言った砂みたいな感じになってます。そしてそろそろ終わるかなあ、砂をねこうかき分けている誰の手だか教えてくださいこんな感じの内容か。あ、なるほどね。めっちゃかっこいいですね。たまにねこういうバッグのクレジットでね僕の知り合いの名前が載ってたりするんですよね。作曲だったり楽器のサポートミュージシャンみたいな感じでレコーディングに参加してる後輩とかがいたりするんですけど、後でねチェックしてみたいと思います。こんな感じの内容ですね。僕はね特に気になっているのが平野さんプロデュースのスチールライツ、こちらねまだ聞いてないのでどんな楽曲なのか非常に楽しみなんですよね。こちらの曲のね歌声分析動画を公開するっていうのもいいかななんていうふうに思ってるんですけど、まだまだNo.1に収録されている曲の歌声分析動画終わってない曲もたくさんありますので順番に公開していきます。さあそれでね今企画してる、動画の内容についてこれからお話ししようと思うんですけれども、先月ですね歌声分析動画を公開した be on your side、 こちらの歌ってみて歌声解説みたいなものをやってみようかなと思ってます。そのままの意味で歌ってみた動画をレコーディングして収録して、そこに対してテロップでですねこんな感じの体の使い方でこういう感情で歌ってます声を出してますみたいな解説入り動画の長さとしては多分ね5分ぐらいになると思うんですけど、今までそういう風な解説動画って誰もやってなくて新鮮かななんて思ってですね、今ちょっと考え中っていうか、企画中なんですよ。でレコーディングをしてから、編集をしてテロップを入れてなので、ちょっとね時間がかかってしまうんですけれども、皆さん的にはこんな動画どう思いますでしょうか。個人的にはねこうねなんかサクサクっとこう見れちゃうからいいんじゃないかなと思ってちょっとね今考え中なんですけれども、是非皆さんの意見をですねコメントで聞かせていただけたらなというふうに思います。さあ今回の動画はですね短めでねここで終わりなんですけれども、車の中でね CD を流しながら運転したいなというふうに思います。やっぱりね CD っていうことで携帯で聞くよりも音質がいいですよなんていう風に教えてくれたアイリーズの方々もいらっしゃったので、その辺もね楽しみの一つなんですよね。明日からの運転が非常に楽しみです。これからもNo.1全力で応援していきたいと思います。今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではボイストレーダーのつるさんでした。